周北バスの高速車周北バス株式会社は秋田県大館市に本社を置くバス会社。秋田県北部を営業地域とする。かつては国際工業グループに属していたがグループを離脱。現在は国際東北グループに属する。秋田県バス協会、岩手県バス協会会員。1943年4月、戦時下の政府による 陸運統合策に基づき、秋田県北部の山本軍、北秋田軍、和野郡軍3軍の13業者が統合。周北乗り合い自動車の称号で、資本金60万円で発足する。1944年1月に設立登記。1954年3月、周北バスに称号を変更した。1962年春、丸ン石油が、 東北における石油販売基地にしようと周北バスを系列化した。当時、営業免許キロ数は850キロ、900名の従業員と貸切車両を含めバスは260台をしていた。しかし、その年にマルゼン石油がシンガポール進出でつまずき、関西財閥が救済に向け本走する事態となり、なんとか倒産は、 免れたものの、冒険事業は助けないという条件が示された。マルゼン石油には、メインバンクの三和銀行から、整理担当の重役が乗り込み、関連事業を切り捨て始めた。周北バスは、より集まった13業者がそれぞれ役員を構成し、経理も全くバラバラで、経営陣の主導権争いや、訴訟沙汰に発展した、労子紛争の泥沼化により、 倒産寸前の状態に追い込まれていた。周北バスの元経営陣は上京し、三和銀行の担当者に、周北バスの株を返してほしいと要求するが、三和銀行側は、周北バスを買うなら、大阪、神戸のタクシー会社も一緒に買ってほしい。一括して売るつもりなので、周北だけとはいかないと条件を出した。だが、中央の大資本家なら、ともかく、 地方の実業家に過ぎない元経営人らは、それはとてもできないと応じ交渉は難航した。そうしているうちに、国際工業のメインバンクの三和銀行が、周北バスの買収を国際工業に持ちかけた。要請を受けた、国際工業では反対意見もあったが、長野賢治が開発が遅れていた北東北に、進出する好機と捉え、要請に応じることに決定。 国際工業が、丸全石油保有の州北バス株式を譲り受け、1962年12月18日に、オサノが会長に就任し、州北バスは国際工業グループ入りした。1964年9月12日には、州北観光が、続いて、同年12月25日に、野城市で、 旅館やハイヤー業を営んでいたユリカゴ観光の全株式を州北バスが取得。称号を州北タクシーに改め、それぞれが国際工業グループ参加に入った。国際工業グループ入り後、州北バスでは過疎化やモータリゼーションの進行でバスの乗客が減る傾向にあったため、国際工業は貸し切り部門の充実や、 観光施設の拡充に重点を置く方針を打ち出した。これに沿って1973年5月、大館市の旧本社跡地に周北、バスターミナル併設で、地上12階、地下1階の周北ホテルをオープンさせた。同ホテルの施設規模は、開業時には、北東北随一と言われた。このほか1965年10月には大湯。 温泉スキー場の経営に乗り出したほか、1975年5月からは、戸和田湖で遊覧船の運航も開始した。また、1982年10月には、八万台周北レストハウスを装いを新たに、オープにした。さらに、1998年7月18日の大館野城空港の開港に合わせ、 全日空と大竹の城地区総代理店契約を締結し、同年4月1日、子会社の周北航空サービスを設立した。2014年7月、全日空が青森空港に、伊丹、新千歳線を就航させる際には、青森地区総代理店契約も締結している。2003年頃から、国際工業の経営危機が取り沙汰された。その影響から、 周北バスは、同年度から、バス事業に経営を集中する、合理化計画を策定。同年10月1日に、ホテル運営を手掛ける周北ホテルを新設して、会社から分離し、同年11月1日に、秋田市内で、ホテルパールシティ、秋田などを運営する、ホテルマネージメントインターナショナルに周北ホテルを譲渡。譲渡に伴い、周北ホテルは、 ホテルクラウンパレス周北に解消した。2013年11月、周北バス、岩手県交通、戸和田観光電鉄は MBO によって国際工業から独立し、統括会社として設立された国際東北が3社を、含め11社を置く体制となった。現金や定期券、回数券、1日乗車券による、 野代秋田間の高速バスは一般路線用のものを使用する。大館、花輪森岡周北地区と東京を直結する夜行高速バスである。運行開始初日のセレモニーでの発言によると、周北バスは日頃お世話になっている地域の皆様への恩返しとして路線開設を決定したといい、セレモニーには多くの市民が集まったという。運行開始当初は、 国際工業バスと共同運行していたが、後に国際工業側は運行を撤退し、現在は予約、運行支援のみ継続している。ただし多客機の続行便に国際工業観光バスの車両が応援運用される場合がある。予約指定制。なお、前述の通り大宮、池袋側では国際工業が予約、発見業務のみを担当しているが、 同社で予約を行った場合に限り関東バス、新宿駅西口案内所でも発見可能である。ジュピター号運行開始当時の車両大館、花は仙台大館、高野須、二つや秋田二千二十一年十二月十五日をもって廃止された。時刻表、路線は年二回に改定する。二千十五年四月一日改定。路線経路の掲載のないものは、 周北バス乗り合いバス時刻表を参照。大館駅前と私立病院前は太地で表記。野城バスステーションは、太地号名工とは、小賀市や国麻号名工地区を指し、この路線のみ、秋田中央交通をメインとする小賀市に乗り入れを行っている形となる。二つい、野城仙台線国際工業グループ参加だったことから、いすず自動車製の車両が、 かなりの割合を占めているが、貸し切り、高速車には少数ながら、日野自動車、三菱不走製の車両も在籍する。自社発注車のほか、国際工業バスからの移籍者も多数存在する。国際工業グループ離脱後は、国際工業バス以外の移籍者も広く受け入れるようになったが、その結果、国際工業バスでは採用しなかった、富士重工業製車体と、 国際工業カラーの組み合わせが出現している。川崎市バス、川崎鶴見臨行バス、小田急バス、京浜急行バス、東武バス、神奈川中央交通、名古屋市営バス、阪急バス、京都市営バス、八坂バス、HD 西広島などからの移籍者が在籍する。会社が、これまでの定年制度を、就業規則の変更をもって、 主任職以上は55歳に定めた。これによりそれまで定年制の適用のなかったものが定年制の適用となり、解雇通知を受けた判例。労働条件を定型的に定めた、就業規則は、それが合理的な労働条件を定めているものである限り、その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、 その法的規範性を認められるとし、就業規則の法的性質について判示した。定年制についても、人事の刷新、経営の改善、当企業組織運営の適正化のために、一般的に不合理な制度とは言えないとし、法的効力を承認した判決。最高最大法廷は百六十八年は、就業規則変更により変更された条項が、 合理的なものである限り、個々の労働者がこれに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されないと判示し、就業規則が労働者の合意なく、不利益に変更されたとしても、その変更が合理的であれば、就業規則としての法的拘束力を持つとの見解に立った。就業規則が当事者を拘束するか否かについては、法規説と契約説に分かれていた。 最高最大法廷はこれに独自の見解を示し合理的な労働条件を定めているものである限り事実たる慣習が成立しているものとしてその法的規範性が認められるとの立場を示した州北バス事件の判例の立場を受け後に制定された労働契約法では第7条及び第10条で就業規則が定める労働条件が合理的であることを 要件の一つとして定めている。ありがとうございます。